CS MP9-98 眼は国家中山科学技術研究所によって開発された台湾のアクティブ電子操作アレン型レーダーである。トラック搭載の CS MP9-90CS MP9-90 はエンシエシストで設計、製作された短・中距離 3D 防空、アエサレーダーである。2011年エンシエシストは ミタックエレクトロニクス企業に、野戦運用、防空用レーダー車両の試作品1台を製造する、7000万、新台湾ドルの契約を与えた。2015年、東園の警察は、データ偽造と試験結果の捏造の容疑でミタックの、作業員3名とマネージャー1名を拘束した。入札では、40度の傾斜を、時速 8km で前進できるよう要求されて、 いたが、ミタックが納品した車両は、時速6キロメートルでしか進めなかった。ミタックの従業員と共謀して、試験結果を捏造した疑いで、3人のン c エーシストスタッフもまた拘束され、そのスタッフは捏造した試験結果を上司に提示して、承認を得た。東園区検察庁は、内部情報を受けて、捜査を開始した。中華民国海軍のワイように、 ウンバチガンという海軍版が搭載され、試験運用が行われた。海軍版は TC-2N 地対空ミサイルシステムの空中捜索、目標指示レーダーとして、高低級フリゲートに搭載される自立型火器、管制システムの一部として、また、2021年に収益予定の新型揚陸艦、多高級コルベット量産型に搭載される中央、 戦闘管理システムの一部として配備される予定である。CS-MP9-90 は台湾のアン t w 9 1アベンジャーミサイルバッテリーと統合されている。作戦行動可能な陸上システムは2010年に初めて一般公開された。死体空 TC-2 ミサイルバッテリーを配備するために2019年に6機のシステムが発注された。 ありがとうございます。